はい、本日はですね、こちらアークテリクスのベータジャケットをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらのジャケット2022年今年まさに出た新作なんですけども、実はこれ代々受け継いで名前をこう変えながらこちらのジャケットが出たんですが、前のモデル何なのというとですね、僕が大絶賛してたゼータ SL というジャケットやったんですけども、それが今回ベータジャケットというのに変わりました。つい1ヶ月ぐらい前かな、ベータ LT とも紹介したんですね。もうその辺ぐらいからもう訳が分からへん、もう耳に塞ぎたくなって、ちょっとアークテリクスそのことはもう一回置いといて、飯のことでも考えようかななんて思ったりするんですけど、ちょっと待ってくださいね。今回名前を覚える必要というのはそんなにございません。アークテリクスの中でマウンテンパーカーといえばね、一番王道なとこっていうのがこれなんですよ。で、このジャケットからさらにちょっと上になったらベータ LT っていうのがあってね、ジップ、このベンチレーションっていうこの脇のとこがついてたりとか、いろんな機能がこうついてきたりとか、もっと上の機能があったりするんだけど、ベースのモデルっていうのはもうこれなんですよ。せやからこれを見ていったらね、もう完璧やないかいうことでね、本日の流れとしてはです。まずは外観を見てもらいます。で、外観がね、そのゼータ SL とどう変わっていったんかっていうとこ、はっきりでそんな違いって大きくはないです。で、それを見てもらって、その次は着用していきます。サイズ感とかね、まあどう変わったんかっていうとこ見てもらって、で、特徴ですよね。値段がね、ゼータ SL から5000円ぐらい上がってるんですよ。値段5000円上がったんやったら、そりゃ機能面も上がってますよねと、これぼったくってませんよねっていうのは皆さん気になりますので見ていきましょうと。で、次はね、デメリット、やっぱこういう人にはちょっと向いてないかもしれませんねなんていう話もしてね、その次にはおすすめの人、まあこれを買うことでどんな未来が来るのと、私にはどういういいことがあるのという話をして終わっていきたいなと思いますので、まずはね、外観をパッと見てもらうかなと思います。はい、それではね、お部屋移ってきました。こちら見ていただきましょう。ベータジャケットということで、このように前面には止水ジップが使われておりまして、なんとこの止水ジップ、今回から新しいタイプの止水ジップに変わっております。止水ジップというとね、今までっていうのはね、こっちのタイプだったんですよ。こういうタイプが一般的あって、こういうね、ツルーンとしてる感じのタイプなんですよ。特にこうジップとかも見えてなくて、ね、ツルーンとしてるタイプが止水ジップで、まあ一般的やったんですけど、もう一個ね、ハイエンドモデルというか新しいモデルはね、こういうタイプの止水ジップに変わってるんですよ。これ何がええのっていうと、硬くないんですよね。だからジップのこの開け閉めというのがめちゃくちゃスムーズになるんですけど、今まで止水ジップというとちょっと開けづらいですよねと。これ見てられてる皆さんもね、まあ多くの方が男性やと思うんですけども、男性の方もそうですよね。ガードが硬い女性っていうのはですね、それはもちろんいいんやけども、なかなかこう口説きづらいよねなんていうのもね、あったりすると思うんですけども、それがね、なんとガードも硬いし口説きやすくもなったということで、あ、いいことばっかりじゃないかっていうのが、まあ、ジップの仕様の変更なんですよ。で、もうちょっと細かく記事見ていくとね、この左側がね、ベータジャケットですわ。その新しいタイプのジャケットでね、ちょっと急がんで上げていきましょう。今回若干のね、記事の変更があります。というのも、表の記事の変更っていうよりかは裏記事の変更になってるんでね、まあその辺も後で言うのは言うんですけども、このベータジャケットとゼータ SL を比べると、まあそもそもロゴの色が若干違うっていうのもそうやし、それ以外にも生地感がね、若干違うんです。まあこれに関しては誤差なんでね、特に厚さが変わったとかいうわけじゃなくて、まあ裏地を変えることによってね、しなやかさが若干変わってるんやなっていうようなね、印象です。あとポケットにしても若干変わってますね。こうやってね、並べた時わかるかなと思うんですけど、ジップの高さが若干違うんですよ。このベータの方がちょっと高めに設計されてて、ゼータはちょっとね、ポケットの位置がちょっと低いんですよね。まあそれ以外パッと見たら時はね、ほぼほぼ一緒でさ、何がちゃうのと、これ5000だかなったけど、これどう変わったんっていうところやと思うんでね、それは話していきましょう。ではですね、次着用していきましょう。ざーっと。こちらね、ベータジャケットの M サイズですね。僕は178センチ、70キロでございます。M サイズだったらね、ちょうどいい感じですわ。今インナーにね、アトムARフーディーっていうさっき着てたジャケットを着たまま上から羽織ってるんですけども、全然着膨れした感じもなくね、ちょうどいいサイズ感で着れてるんじゃないかなと思います。で、サイズのね、違いとしてはね、前回のゼータ S よりも若干着丈が短くなってますね。若干ですけど短くなってると、だからより街中にね、特化したようなねイメージかなと思うんですけど、これがね、ベータジャケットになっています。新しいジャケット、ベータジャケットね。では次はですね、特徴いきたいなと思います。このジャケットならではの特徴というのはですね、こちらまず一つにゴアテックスが採用されてるということなんですよね。で、ゴアテックスを採用されてるんです。ちょっと待ってくださいね。チャララララランピュってこう2枚あるんですよ。あれ、なんか若干ゴアでも違うくない？その通りなんですね。実はゴアテックスっていうのもですね、何個か種類があるんですよ。で、これを語り出したらもうキリがない。それだけで動画1本や2本作れちゃうってことなんですけども、ざっくり分けるとね、この白と黒がありましたね。この黒の方は雨にも負けず風にも負けずということで、防水やし、もう台風の時とかでも着れますよっていうのがこっち。対してこっちの白の方は何ですかって言ったら、せーの、めちゃめちゃ風に強いないかいっていう状態だったと思うんですけども、このじゃ黒の方でもこうやって2種類があるんですね。で、もっと言うと2種類どころじゃないんですよ。4種類ぐらいあるんですよ。だから宮沢賢治にもですね、まあ幼少期があったり青年期があったり、あとはまあ中年期があったり、あと老人期があったり、まあそういう感じで世代ってあるじゃないですか。それと全く同じような感じでね、ゴアテックスによってもちょっと段階があるんですよと。で、じゃあ今回使われてるゴアテックスは何なのかというとですね、こちらモチの
の論のごとく、まあ水は弾きますよね。そんなことは言うまでもないんやけど、もちろん弾くと。まあこれはゴアテックスの良さであるんやけど、それプラスアルファ、実は裏地が変わってるんですよ。で、この裏地がめちゃくちゃ重要なところになってきてね、皆さんにも関わってくるところなんで、これ関係ないわと、わしには全然関係ない話されてるわじゃなくてですね、実はこの裏地大事なんですよっていう話なんですけども、このためにですね、このカメラ、70万のカメラを買ったと言っても過言じゃない。見ていただきましょう。ですね、見ていただいて分かりますかね、若干の凹凸があるんです。分からんな。生地にね、こうボコボコボコとした凹凸があるんですね。細かくなんですけどね、あるんですけど、まあこれが新しいタイプなんですよ。そしてね、古い方のタイプっていうのはこれなんですけど、まあ色味も若干ちゃうじゃないですか。でね、このツルッとした感じ、まあより着心地を良くするためにこう作られたゼータなんですけども、さらにそれよりも良くなったっていうのがこっちなんですよ。これシーニットバッカーっていう名前なんですけども、そんな難しい名前どうでもよろしいです。じゃあこの着心地が良くなったのどういう時に良くなったのかというと、僕が今こうやって着てる時だけじゃなくて、例えば半袖の上に着る時もあるじゃないですか。そういった時に、今まではなんかこうシャカシャカベトベトした感じがあって、こういうのが俺嫌やってんなっていう人もいてたんやろうけども、今回こういうシーニットバッカーが入ることによって、半袖の上から着てもね、着心地がいいという状態なんですよ。でこのシーニットバッカーの話する人なんか世の中になかなかおらんねんけども、一応そういうところでね、違いで着心地がアップしてる。なんでアップしてるのというと、裏生地にこうニットのようなね、まあパーカーとかもそうなんですけどね、こういう網目あるじゃないですか。こういう感じでモコモコした網目あると思うんですけど、これが肌に当たることによって着心地がいいんですけど、それとまあ全く同じような原理がね、このシーニットバッカーというので採用されてるんですよ。だから半袖の上からも着れますよね。なるほどなるほどと。じゃあゴアテックスの中でもちょっと着心地のいいやつを使ってるのにな。その通りでございます。それ以上のことは覚える必要ございません。結構一般的にはね、ゴアテックスっていうとこの表の生地のことをね、想像される方が多いんですけど、ゴアテックスっていうのはこの表の生地の話ではないんですよね。この中に入ってる生地とか、その逆の裏地の方の話をしてるんですけども、それ以上喋るとですね、またわけのわからんことになってきて、アークテリクスの名前ですらわけわからんのに、それ以上にゴアテックスの話もしたらもっとわけわからんでっていうことなんで、まあ皆さんで覚えていただくのは、このベータジャケットにはより着心地を良くしたゴアテックスが採用されてます。で、ただただ着心地いいのはなんでなのかっていうと、裏にこういったさっきのパーカーのようにね、ループがね、こうクッションのように肌に当たることによって着心地がいいんだということが特徴になってます。その後はちょっとささっといかんと思う。これ長なってもたな。次いきますね。次はですね、先ほども言ったんですけど、着丈がね、若干長くなってるところをちょっと見ていただきましょう。このように、左側がベータジャケット、右側が旧モデルゼータジャケット、ゼータ SL ジャケットっていうことで、着丈がね、こう長いタイプになってるでしょ。で、特にこうお尻を隠すようなのが旧モデルのゼータジャケット。で、まあ新モデルはね、こうより街中とかでも着れるようなショート丈というか、ショートじゃないんやけども、ファッションにもね、合うようにこうスパンとなってると。で、どっちかっていうと旧モデルの方が登山とかでもね、行けるようなタイプになってるっていうところが間違いですね。そしてね、次の特徴がね、まあジップ最初に言ったと思うんですけど、ジップはよく変わってますよ、いいように変わってますよって話したんだけど、全部ではございません。これね、よく見やな、わからないけども、全部良くなったわけじゃないんですよ。メインのところはね、もちろんこのベータジャケット、ジップようなってますやんと、これ柔らかい言うてましたよねと。こうガードは硬いんやけども、ちゃんとくどこうと思ったらくどかせてくれるというようなジャケット。で、旧モデルの方はガードも硬いし、くどくのも難しいというちょっと硬さがあるっていうジャケットですよね。今の大げさにしましたけど、そうなってます。で、この4本の、ね、ジップっていうのは、実はアークテリクスの中でももう最上級の10万円ぐらいするジャケットでもね、同じように使われてるんですよ。止水ジップやねんけども、こう開けやすい止水ジップが採用されてるって、これ α sv ってやつなんですけどね、これはまあアークの中でもまあトップクラスのジャケットで、それと同じようなね、ジップが採用はされてます。まあただね、この両脇のところっていうのは別にそういうジップじゃないので、まあいつも通りのね、止水ジップと思っていただければいいと思います。若干ちょっと硬い印象はありますけども、旧モデルというか今まで通りの止水ジップがここも使われているというような感じですね。なのでね、まあ5,000円高くなったじゃないですか。で、5,000円高くなってどうなったのっていうと、やっぱ着心地の向上で、それ以外になったらこうジップの仕様がいいモデルに変わってたりとか、あとそれ以外になったら持ち手ですよね。持ち手が今までっていうのはこういった布をね、使われてるというか、このナイロンの生地みたいなのを使われてたんですけども、今回からはもう一個アップグレードして、こうジップ専用のね、アクセサリーが採用されてるという感じなんですね。ここにちゃんとアークテリクスって入ってますけども、まあこの辺がね、5,000円高くなった要因じゃないかなと思います。で、次はですね、デメリットっていうところに行きたいなと思うんですけども、じゃあデメリットどうなってるんかというとですね、まあスペックの仕様はむしろ上がってるから、スペック的な問題っていうのはないと思うんですけども、どちらかというとですね、こうファストファッションとの差別化が始まってるんやなっていうふうに思うんですよね。どんどん高いモデルは高くなるし、安いモデルは安く出てくるっていうことで、ワークマンとかでも、ね、めちゃくちゃいい商品、ユニクロもめちゃくちゃいい商品出てるやないかいってなってくると思うんですけど、この中途半端な価格帯に下げちゃうと、どうしてもスペックも落とさなあかんし、スペック落とすぐらいとワークマンと変わらへんやないかいってなってくるじゃないですか。ってなった時に、どうしても値段が高くなりがちっていうのは、まあ、この辺はね、マウンテンパーカーに5万円っていうのは、高いと思う人は高いと思うやろし、いや、妥当やろと思う人は妥当と思う。この二分化がね、二極化がえらい激しくなってくると。まあ、なので僕のチャンネル見ていただいてる方ってね、別にそういうのが普通やと思って購入されてる方多いと思うんですけども、一般的なユニクロとかワークマン買ってはる方からしたら、めちゃくちゃ高くなってきてると。まあ、そういう人には無
向いてませんよねと、こんなもんもユニクロ何着買えんねんとかね、ワークマン何着買えんねんっていう方もね、ワークマン行ってくださいと、ここはそういうとこじゃございませんっていうことなんで、まあ、この辺はねお客さんにするそうっていうのを明確にしてるなっていう印象があるんですけども、まあデメリットというか、まあしっかりとこう戦略がね練られてるんじゃないかなと思います。では対してじゃあ次おすすめの人はどんな人なのかって、まあこれを買うことでどういうメリットがあるのかっていうことなんですけど、はっきり言ってねこれを持つだけで結構やっぱ長く持てるじゃないですか。他のものを買う必要ないんですよね。まあ僕はねちょっと変わっててね変態からこんないっぱい持ってますけども、一般的に考えたらこれ一着持っといたらこういったハードシェル系のジャケットってもう他に必要ないんですよ。なんでっていうと、こうやってアウター着た上でもさっき着れましたよね。でさらに着心地も良くなってるから半袖の上から着れるので、5月6月とかちょっと雨降った時とかでも着れますと。でさらにこういったフードの中にねくるくるって入れてあげることによって持ち運びなんかもねすぐにできるようになるんですよ。だから携帯性っていうところでもええし、でちょっと春先の今寒い時期だったらこうインナーダウンの上から着ればアウターにもなるし、一着持ってたら間違いないんですよ。でまあそれはゼータ SL の時はそうやった、もうこれ持ってたら間違いなかったけど、それのもう一個上になってからより言うことがなくなっちゃったってことなんですよ。じゃあなんでさらにこう倍ぐらいする10万のジャケットがあんねんっていう話になってきたらね、もっと上を求める人もやっぱいてるんですよ。さらにはね、さっき言ってた宮沢賢治スタイルね、これゴアテックスではございません。ご覧いただきましょう。ゴアテックスこちらプロと入ってるんですね。だから普通のゴアテックスじゃなくてもうプロバージョンになっております。まあそんなが、ね、欲しいっていう方もいらっしゃるからこのバージョンがあんだけど、基本的にはまあこれでもう十分でしょと。で一着持ってたらもう長く着れると。逆に着れない時期いつって言われたら7月と8月だけだと思います。7月と8月はもう無理です。どう考えても暑い。こんなもん着てたらサウナかなと思うぐらい暑いから、これは無理ですけども、それ以外の時期やったら着れると思います。カバンの中忍ばしといたら肌寒なってビュって羽織る。秋冬になったらメインアウター。1月2月の極寒期はこういうアウターの上から着ちゃう。もうそれで年中いけんねや。そんな1年中着れるようなアウターってないかな。ベータジャケットやないかって、それベータジャケットでできるんよ。でもさすがに夏はもう着られへんよな。7月とか8月それベータジャケットやないかと。ベータジャケットはちょっとさすがに夏は行かれへんねんけども、それ以外の時期は全部カバーできるんよと。でもやっぱりこう持ち運びもできたらいいよな。それベータジャケットやないかと。ベータジャケットやったら持ち運び空洞の中にくるくる入れても持っていくことできるんよということでね、まあ、今回皆さんに見ていただいたんですけども、一回ちょっと頭の中からゼータは忘れてください。もうゼータはなくなった。もう過去の女です。元カノでございます。もう元カノのことはもう忘れましょう。そんなこと覚えてたら今カノに失礼でございます。今はですねこちらベータジャケットっていうのが今のジャケットです。でここでややこしくなってくるのがベータ LT というのがまたあるんですね。まあそれはまた動画比較するかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、今回はねベースのジャケットです。もうこれが一番のベース。アークテリクスのマウンテンパーカーって何って言われたらもうベータジャケットやないかいって覚えておいてくださいということで、本日はですねこちらアークテリクスのベータジャケットを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。